はい、大人回しです。今回もスペシャリストバッテリー使っていきたいと思います。で、引き続き前田赤のクラスで、HAVELINA AA50、HELLION SALVO装備チャージのクラスでニュークタウンのチームデスマッチをプレイしてみたいと思います。今やった同じロビーですね。で、また3人パーティーと、さっきの3人パーティーと一緒だったんだけど、また同じ3人パーティーですね。はい、頑張るぞ。パーティーちょっといない方がいいんですけどね、できたら。圧勝してしまうから、味方にいたとしても。勝つことは勝てるんだけど、これね、ここですよ、多分。ね、いるでしょ。今、ずっと持ってるんですよ。遅れを取っているぞ。負けてるの？今だけ負けてるのか。あららら、負けてるの。手の内読まれてるのか。ここにいるよ、これ。いいか。これだね。ダメだな。なんだこれ。ハベリナ A50、セミオートだけどね、ボルトアクション並みの強さだから、めっちゃ強いですよ、これ。2キルぐらいやってる ?1 キルか、まだ。ちょっとひどいですね。スナイパー？敵の UAV が旋回している。アサルトパックを展開。取りに来い。ちょっと釣ってみようか。今いたな。お給料が回転だ。これだ。通信。敵のダウトは可能。あら。なんでこんな負けてんだ？こちらパーティー組んでるんだのに、噛んでるのになんで負けてんだ。あ、レベル12上がった。負けてるぞ。よしよし。3キルかまだ。ちょっとバンバンキルしていかんとダメだな。ヘッドショット入ったな。オッケーオッケー。まだリロード早いっつうの。ちょっと。ここか？ここだな。オッケーオッケー。ウォーマシンシャットダウン。敵のシステム侵入を検知した。勝ってる。敵のケアパッケージ接近。ケアパッケージ。UAV 飛んでるな。敵の RCXD を発見。あ、破壊できなかった。何も飛んでねえよな。ランチャーぶっ放すか。入ったか。ダメだな。システムから敵のマルウェアが除去された。ねえ、これ敵こんな強いんだ、これ。全員の7なのにな。うちらパーティー入ってんだけど。なんでだ、これ。意味がわかんねえな。こっくるぞ、これ。あ、階段か上がってきそうな気が。ねえ、これ UAV？ 補給だ。早い者勝ちだぞ。あれ UAV 落ちしたの。敵のダートは可能。ダメだ。報告。上空に敵のケアパッケージ。敵の RCXD を発見。あ、支援マスター終わった。完了。スパイクスペシャリスト5だ。アサルトパックを展開。取りに来い。ローマシン行くか。ダメだな。支援マスターっての終わったぜ。敵さん結構強いよ。なんでだこれ。ここにいっぱいね。ああ。キルできんな。困るわこれ、うん、困るわこれ。サプレッサー使ってるのがこいつだよ。ああダメだな。もうちょっと成績上げたいんだけど、なんでこんなに大して負けてんだこれ。ああ困るわ、めっちゃ困るわ。なんでこんな強いんだこれ。困るわこれ。ああ最悪だな、全然ダメだよこれ。上空に敵の UAV もう UAV 落とさんもめんどくさい、うん、あもういやもう敵がライトニングストライクにターゲッティングを行っている。敵のライトニングストライク接近。10キロもいってねえぞこれ。ダメでしょこれ。敵のライトニングストライクレーダーを感知。敵のライトニングストライク接近。正式だな。でも支援マスター、あれだな、支援マスターの降臨カード解除したね。敵のハッカーがシステムを破壊しようとしている。これ以上の損耗は許容できない。成績が良くないですね。3人パーティー入ってるんだよな。負けするぞ大将で。意味がわからないですね。3人パーティー、さっきは大将で勝ったのに今度は逆に大将で負けてるぞ。敵もこれパーティー入ったのかな後で、ちょっとわからないけど、多分全員野良だったんじゃないかな敵。うん、あレベル上がった。リーコン解除ですね。武器レベル12。対空スペシャリスト4。敵の飛行型スコアストリークを50回破壊でプラス 5000XP ション。支援マスター支援チャレンジを全て完了でプラス1万 XP ですね。あ、一回ヘッドショット出てるのかな。これできなかったな。バッテリーがゴーマシン1280キル、クラスターグレネード1504キルですね。武器レベル12でリーコン。サイトいらないんだけどね。NVIR があったらいいんだけど、ないね、これね。次13でバイオセンサーだね。大変っすよこれ。武器レベル14まであるから。まあスナイパーライフルだいたい14、武器レベル14ぐらいまであるんだけどね。今回の試合でね、これスコアストリークになるんですよ。これ支援終わりましたね。今回こちらですね、対空スペシャリスト4。敵の飛行型スコアストリークを50回破壊で対空スペシャリスト4の降臨カードですね。でやったね、こちら支援マスター支援チャレンジを全て完了するですね。ちょっと降臨カード、ちょっとマスターこちらですね、恐竜のやつですね。支援マスター支援チャレンジを全て完了ってことでね、引き続き使っていくんでね。はい、以上にしたいと思います。今回、前田彩香のクロスで、HAVELINA AA50、HELLION SALVO装備チャージにスペシャリスト、バッテリーを使用して、ニュークタウンのチームデスマッチの試合で、この対空スペシャリスト4と、支援マスター降臨カード解除しました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。